穏やかな眠り、そして爽やかな目覚め。その繰り返しの中で、私はたくさんの夢を育んできた。穏やかな眠りに情熱を注ぐ人がいる。私はその人の情熱を音楽にして奏でたい。今回お尋ねしたのはこの方。稲部さんの情熱のルーツ、それは職人であるお父様。その背中を見て大人になった稲部さんが、時間と手間をかけてでも寝具のメンテナンスサービスに力を注ぐ背景には、どんなストーリーがあるのでしょう。やっぱりね、職人っていう人たちがいなくなってくると、父の存在ってすごくこう貴重だなっていうのを思いましたね。それをやり続けられることっていうことがすごく貴重な存在で、うん、僕にとってすごいありがたい存在でしたね、継がなきゃいけないんだなと思ったのはやっぱ小学校頃からで、朝起きた時からもう布団作ってるし、僕は寝る時もまだ布団作ったので、いや同じやることをやることは、まあ自信はなかったんですけど、まあそういう背中は意識してたんでしょうね。西川のチェーンに加入させてもらって入らせていただいて、まあ、先輩たちからいろいろ学ぶんですよ。で、学んだ結果、だんだんだんと真似していくことによって自分の個性に気づいたんですね。で、個性って何だっていうと、やっぱり僕は職人の息子なんだなと、うん、売った後のお布団のことも気になるし、その後どうやって直すのかなとか、きっとお布団って毎日毎日使えば傷むので、その後がすごく心配になったなと、だからなんとかその売った後の状況をお客様とつながって聞きたくなった、そういうふうなことを思ったの、多分職人だった息子の僕がいたわけですよ。ただ父はお布団を作る職人ですけど、僕はその今の時代、お布団の悩み以外に体の悩みとか眠りの悩みっていうところに対して、私どもの店に訪れるお客様が多いので、違う分野でですね、親父の、あの職人としての価値を僕は違うことでこう出してきたような感じですね。まあ、超えてはないと思います。またその方のお子さんとかお孫さんまでお付き合いしたいっていうふうなスタンスでいるわけですよね。ですから、まあなるべくもったいないよねって思ってるお客様の気持ちを汲み取りながら、うちの父もやってたので、まあ、うちの父の場合はお布団の綿をですね、打ち直ししてって言って、何回も何回も限界まで打ち直して、いよいよって時に新しいものを買い替えたんです。その一つのお布団を売ってからのスパンは、もしかしたら20年30年っていうスパンで考えて、本当はお客さんと会話する前に、ことあの口がない素材って何か言いたいんだろうなっていう耳を持っているこっちの片耳と、お客さんの本当の悩みとかお不満を解決できるものって何だろうっていうふうに聞くような耳と、まあ、そっちの両方の耳を意識しながら聞いてますね。でそれがものづくりのヒントになったり、もしかしたら今あるものよりももっとベストのものが作れるかもしれないっていうふうなことで、耳をこうお客さんに聞くという、季節によっても違いますけど、やっぱりオフシーズンになってくる春とか夏はお布団、まあ、今の時期にメンテナンスをって方多いですよね。で多くなってきてるのはもう、ね、眠りそのものの悩み、でも正直言うとそれが寝具だけで解決できればいいんですけど、寝具も解決の一つですけど、いろんな眠りの環境を含めてトータルにご提案しないと、やっぱ期待を裏切ることになってしまうので、まあ、そういう知識をこれからもっともっと勉強していかないと、あのお客様としてのキャッチャーという立ち位置はできないですよね。本当は食以上に、僕らが太いと言うと手前味噌ですけど、食以上に人の人生に影響を与えているのが僕は眠りだと思うんですよ。でもまだ眠りの価値ってまだまだ伝わってないですよね。何か眠れなくなってからこう見直すってことなんですけど、普段からもう生まれたばかりの赤ちゃんから年を重ねたお年寄りまで、価値ある時間は僕眠りの時間だと思うんですよ、うん、だから人っ
の存在を光だとすれば、人って光ってイメージすると眠っている時にいかに充電して次の朝からまた光り輝く存在になるかっていうのは、充電する眠りの時間ってすごく大事なんですよ、ね。まあ、あの森の中でまた小川のせせらぎとか、場所によってはこう波の音とかあるんですけど、やっぱり人間って自然じゃないですか。もともと日本人って昔から自然と人を分け隔てないく生きてきた民族なんですよね。で、眠りってやっぱ自然の環境で、特にこうストレスのない環境で選んでいただきたいって思いがあるんですよね。なので大変お手間なんですけど、靴も脱いでもらってるんですよ。靴を履いたまま寝る方って少ないので、靴を脱いだ環境でやっぱ眠り、自分のぴったりの眠りって何だろうと。で、眠りを邪魔している一つとしてストレスも邪魔しているので、ストレスのない環境で耳障りじゃない音の中でリラックスした中で、もっと言うとお客様があれ、今までこんな呼吸って、こんなリラックスした呼吸ってしたことないなって環境の中で見立ててもらった方が、なんか自分にマッチするものって探しやすいと思うんですよ。そういうことで音にこだわってます。会話の中から伝わってきた稲部さんの情熱、それは新しいことにも力むことなく、ナチュラル自然体で向き合う少年のようなまっすぐな瞳が物語っていると思いました。この稲部さんの情熱をオリジナルの曲にして奏でたいと思います。夢の中の少年は見上げる太陽、芝生の匂いと陽炎の中、明日をただ見つめてた。運命の糸をそう紡いでゆこう、お客様との出会いもやっぱりね、糸のようなもので、全ての方に出会えませんから、やっぱりこう地域の皆様のお役に立てるように、あの糸というか絆を大事にしていきたいなと。そのリズムっていうのは、波が1分間にこう穏やかな波って1分間に18回だそうです。ザブザブでも月の引力はどこから来ているかというと、太陽から来ているわけで、だから太陽、月、波で眠り、呼吸、これ全部地球と一緒なんですね。このリズムが僕は18回のリズムで、いかにアクセスしているお客様もこのお布団とかこの寝室の環境を入った時にもう自然と一緒になるような、その18回の眠り、18回の呼吸、そこができるようにお手伝いするっていうことですね。